うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回はドン YOASOBI のアンコール、こちらのギュッとくる曲、この曲ですね。歌めちゃくちゃ難しいです。ウクレレはねシンプル簡単にしてますけど、本当歌のねタイミングとメロディー、これはですねよっぽど聞き込んでしっかりグリップしないと、これはね、ほんと面白いでやっていきましょう。いつものように2バージョンやっていきます。最初のバージョンは初心者の方でも、なるべく簡単にできるようにしている超簡単バージョンですが、やっぱり歌ですよ、歌。はい。で、さらに後半はですね、そこにリズム、かっこいいグルーブも加えて、歌とカチッとかわす、こう、合わさってね、かっこいいバージョンやりますよ。2バージョン、最後までご覧になってください。さあ、皆さん音楽始めましょう。音楽ってね、聞くのもいいんだけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるこのガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器やりたいなと思ったけどやったことない、触ったことない、私不器用なんで無理みたいですというそこのあなたでも、もうあれとあらゆるとあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん歌が歌える、弾き語りができるようになる、そんなプログラムがあります。もうちょっとしたらそのプログラム、ここにリンクあるんですけど、そこに行ってもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間に弾き語りできるようになります。これ YouTube ですから無料ですよ。始めましょうよ。ここにリンクあります。行ってらっしゃい。クイック行ってらっしゃい。そこには今までガズが取り溜めてきた、ありとあらゆる世の中にあるいろんなタイプの曲が、ウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲もアップロードされております。これからはね、音楽を聴くからやるにどんどん変えていきましょう。早速やっていきましょう。YOASOBIのアンコール。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンゆっくりやりますけど、歌、ご注目です。はい、やってみます。ワン、ツー、スリー。明日世界は終わるんだって。君にはもう会えないんだって、またいつかって手を振ったって叶わないんだよ、仕方ないね。明日世界は終わるんだって、それからもうその時まで何度でもずっと好きな音を鳴らそう。薄く暗闇に包まれた覚えない場所、目を覚ます、ここは夜のない世界、今日で終わる世界、そんな日にあなたに出会った、好きにしていいと、それだけ残してどこかへ行く、あなたの音が遠ざかってく、そしてまた一人淀んだ空気の中で、ありふれたあの日々をただ思い返す、終わりが来ることを待つ世界で、辛い過去も嫌な記憶も忘れられないメロディーも今日でさよなら、一人車を走らせる、営み消えた街の中を、下には終わる距離、何を願う、何を祈る、どこかから不意にかすかに聞こえてきたのは、ピアノの音、遠いの音、誘われるままに合わせるように重ねた音、心地よくて懐かしくて、ああいくつも溢れてくる、ああいつしか蓋をして閉じ込めてた記憶、奏でる音が連れてきた思い出、気がつけば止まったピアノ、いつの間にか流れた涙、続きを鳴らそう。
に触れたあの日をただ思い返す。終わりが来ることを待つ世界で、辛い過去も嫌な記憶も忘れられないメロディーもさよならなんだ。もしも世界が終わらなくて明日がやってきたならね、その時は二人一緒になんて。せーの、夜遊びのアンコール、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってました。何回も言うようですけど、ウクレレは簡単なんですけど、本当にこの歌歌うのめちゃくちゃ難しいです。タイミングとメロディーは本当ね、一言のこのタイミングですごくずれちゃったりするんで、本当こうね、綿密にこう言葉をこう分析して因数分解しながらこう歌の練習をする、こんな感じがじっくり伝わると思うんですけど、はい。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお送りさせていただいております。でもですね、重要なキーポイントのパートはもうほとんど入っていると思いますんで、聞いていただいて、あ、これこのコード進行だなって思うと、どんどんご自身でオリジナルの楽譜を完成させて、フルコーラスもちょっとやってみていただけると思う、いいかなと思うんですけど、最後ね、ちょっとキーが上がるんですけど、そこはちょっとウクレレでやると難しくなっちゃうんで、ちょっとお勉強して、キー上げたい人はやってみてください。そして今のガズレレ流超シンプル簡単バージョン、YouTube と一緒になんとかできましたという方、これでも難しいと思うんですけど、言葉のタイミングがね、その次のステップがあります。それはですね、ご自身だけで、一人っきりで歌ってみるの。これをお勧めしております。それでも最初からいきなりね、何を見ずに歌うってことは無理だと思うんで、楽譜を見ながらね、やっぱ見る方が、やる方がいいと思うんですけど、ガズはですね、今、これを見ながら演奏しました。今日2枚にびっちり渡ってますけど、はい。もうちょっとしたらこれを画面に映して、こんな感じで書くのどうですかとかってシェアしようと思うんですけど、ただいまこのサービス始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴して、今日の夜遊びのアンコールを含む、今までガズが取りためてきた、書きためてきた、膨大な数のノート楽譜のストックの中から、皆さんがやってみたいなという曲を毎月5曲ダウンロードして、すぐに練習ができるという画期的なプログラムです。もうメンバー900人オーバーで、もうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは、楽譜のダウンロード以外にも、いっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリ、すごいでしょ。その中で、楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間、同じ場所のオンラインで集まって、大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこう、ワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういうふうに分かれております。この二つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは、楽譜を見てまいりましょう。アンコール夜遊び1。ちょっとこの見てこの言葉の詰まりっぱなしのこのね、ものすごい言葉詰まってるんですよ。で、よく見てもらうとこの上に点が書いてあるでしょ。ここでガズはね、拍を、タイミングを測ってます。こんな感じで一応やってるんですけど、今回この曲はもう、本当にですね、めちゃくちゃ覚えるのが大変でしたというか、もう本当にね、びっくりです。皆さん本当に聞き込んでやってください。で、ここに伸ばすとか書いてあるんですけど、これテロップにもこんな感じで書いておくんで、参考にしてもらいたいんですけど、あとはこの下にくるっと書いてある、ここはかっこいいバージョンで使うコードですよということでございます。ここにもいっぱい書いてあるけど、ちょっとね、後でね、細かく説明していきますね。今、バッと写しておくんで、一時停止でメモっていただくか、動画の テロップを一時停止してメモっていただくか、ガズクラブでゲットもぜひ、ご活用ください。ものすごい状態になってます。言葉が詰まっております、皆さん。はい。ここもタッタッタッと弾くよというね、そんな風に、指令があるんですけど。はい、こんな感じですね。で、ここまで来たら、こっちに行くんですけど、ちょっとここ見てもらうと、ここ、サビって書いてある。ここのところね、1回目と2回目と、ここだけ歌詞が違いますよということで、後でまた紹介しますけど、ここまでやって、次こっち側に流れてくる。ここがまたね、ブリッジパート、不思議なメロディーが登場します。はい、で、ここも、
コードがこう変わってて F 欲しいっていうコードが出てきましたけど、これも後で解説しますね。 F 欲しいって何って思ったと思うんですけど、安心してください、簡単ですから。はい、こんな感じでこうやってきて、はい、そしてここまで来たらまたサビに戻るっつって、さっきのここのサビに戻るわけですよね。はい、で、ここの2丸2が終わったら、今度はここに書いてあるラストに飛びます。それは最後はこのワンフレーズ、最後このワンフレーズをやって終わったというのがガズレレオリジナルアレンジになっておりますので、ちょっとご参考までにやってみてくださいと思います。はい、じゃあコード見ていきましょう。出てくるコードはこんなにたっぷりあるんですけど、この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで、今日はこの F 欲しいっていうのも、まあさっき出てきたんですけど、ひとまず今このこの縦の線言っていきます。 CAm、C7F、Dm、G7、E7、Em7。 これはね、入門コードのグループなんで、まずこれをちょっとご確認。これは入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは何かというと、ウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード、簡単コードのグループなんですけど、10個あるんです。今日はそのうちの8個ですから。はい。でもこれ覚えちゃうのがね、いいと思います。これ簡単です。1個ずつ見たら簡単。でもね、全部10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画、ここにリンク貼っておきます。ここでコードのお勉強して、今日8個、まあマスターしちゃいましょう。で、今日はですね、ちょっとどうしても使いたい響きのコードがあって、このかっこいいバージョンで使うこの Fマイナーというコードがあるんですけど、これ初心者の方ちょっと押さえるの難しいんで、F 星ということで代用しました。これは星っていうのはガズレレ独自のね、ちょっとF マイナー弾けない人のための、星マックですよという感じで、なんとかこれで応用してください。これちょっと難しいんでね、F 星っていうのは、これ解説しますけれども、C と F を同時に押さえるってだけなんですよ。これ。はい、これが F 星。これ F 星、見てくださいね。はい。で、じゃあ、こっからこの流れでかっこいいバージョンのコードも解説しちゃいます。次、F マイナーというコードが出てきますけど、F マイナーは、こことこことここに変わります。はい、ちょっと似てるよね。さっきはここだったのここに変わっただけ。押さえ方としては、こうとこうとこんな風に押さえるのが教科書通りだと思います。こんな感じ。はい。なんですけど、いつも言ってるように、ガズはね、この部分をこうやって親指で押さえちゃうんですよ。で、こっち親指で押さえるときは手首グッと上、人差し指で押さえるときは下みたいな感じで、これ、皆さんちょっと押さえてみて、調子がいいな、こっちの方が押さえやすいなという方に、どっちにしろ押さえにくいコードなんで、簡単バージョンに入ってこないということなんで、F マイナーとね、F 欲しい。こういう関係性になっているということをご理解ください。この流れでね、もう一個、かっこいいバージョンで出てくるコード。G マイナー7。こちらもご紹介しておきましょう。いいですか？押さえましょう。ここと、ここと、ここですね。こんな風に押さえるのがいいと思います。ここ、二つ一緒なんで、1フレットなんで、ギュッとこのぐらい反り返って押さえて、ちょいと立てる。これ、この音、この音。はい。そして、ちょっと難しいなという方は、ここね、反らないという方は中にですね、そういう方は、こう、なんとかこうやって押さえたり、こうやって押さえたり、工夫していただければと思います。この二つのコード、F マイナーと G マイナー7を使って、かっこいいバージョンを表現していきます。で、ちょっとね、タイミングがいつもとずれちゃったんですけど、これ、かっこいいバージョンにね、取り組む前に、今の4つ引きのシンプル簡単バージョンでも、本当にこれ、歌、めちゃくちゃ難しいんで、難しいというかね、その表現は良くないの、すごく奥深いです。もう聞き込んで、言葉のタイミングをね、こう謎解きをするように、こう言葉のメロディー、あとやっぱり歌詞の内容とかもね、こう感じながら、その歌をとにかく自分のものにして、リズムに入っていった方がいいと思います。ここにリズムが加わると、歌のタイミングとリズムがガチャっとこう、ぴったり合うのがいいもんでございますから。はい。そういうわけで、じゃあ、かっこいいバージョンのリズムの解説ですけど、16ビートのチャと、ダウンピッキングというのと、ちょっとだけアルペジオのフレーズが出てくるので、一応この3つ書いておきます。この3つのリズムの弾き方の解説動画、ここ、リンク先行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの濃厚解説動画が出ているんですけど、あ、そうじゃない。ダウンピッキングっていうのはちょっと入ってないですね。ちょっとこの後解説しますね。16ビートのチャとアルペジオはその解説動画、もう入念に見てください。で、このね、アンコールという曲は、エレクトリックドラムミュージックみたいな、もう打ち込みのドラムサウンドなんで、やっぱり16ビートかなというふうに思うんですけど、この16ビートってなかなか奥が深いんで、ね、そのね、解説動画の中でも言ってますけど、8ビートのビートのね、この基本からだんだん積み上げてきてものにしていってください。でね、アルペジオは感想のところで一瞬出てくるなんだけど、一瞬出てくるだけなんですけど、ちょっとやってみると、こう早いの。見て。ワンブロックにコードが4つずつ入ってきます。ちょっとこれやってみると。こんな感じ。今のもちょっと早かったけど。F から G7、Em7、Am、F、G7、C で伸ばす。ここで A メロに入っていく。
こんな感じでちょっとね、このアルペジオが入ってるとかっこいいかなと、メリハリで、そこに一箇所出てくるだけです。あ、これは結構早いんでね、ちょっと難しかったら、この四つ弾きでもこれ十分いいと思うんですけど、ちょっとこう流れを変えるためにやってみました。で、さっきも言った、ダウンビーピッキングっていうのはこんな感じです。B メロのところでね、タン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 、これアクセント。タン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 、こういうリズムなんで、全部ダウンで、アクセントだけつけて、トトタット。ここがね、ブリッジパートと B メロで2回出てくるんで、これは結構簡単ですけど、リズムが速くならないけど、体でね、どんどん、ダンドン、ドンドン、ダンドン、ドンドン、こんな感じでリズムをこうどっしり掴み取ってけ、このビートを刻んでいきます。あと曲の中ではですね、ワンブロックに、さっきのアルペジオみたいに、コードが4つ入ってくるっていうところがもう、すごく多くなるんですよ。で、そこと言葉のタイミングとかもすごく難しいんですけど、演奏だけだと結構シンプルにできると思います。演奏だけだと結構ストレートな感じなんですよ。ただしやっぱり、ね、今日何回も言いますけど、この歌ですね。この歌メロディーをね、聞くと、あ、これ結構すぐものにできるかなって思うかもしれないですけど、いざ歌ってみたらこの奥深さにもう、ほんと やられましたね。まあでも楽しい。一回覚えちゃうと、こういう曲の方が一回覚えちゃうと、もうずっと忘れないっていうこともありますんで、ぜひこの歌のムード、挑戦してみていただきたいんですけど、演奏に対しては、今言ったように、止まるとか、ダウンピッキングとか、そういうのあるにしても結構シンプルです。はい。なんで、伸ばすとか、テロップの下に弾き方のね、一応案内を書いておくんで、それを参考にしてデモ演奏と一緒にやってみていただきたいんですけど、リズムとしてはね、全体的にしたらでっかいイメージなんですよね。ドン、ツッと、パーッと、ダツッと、ドンパーみたいな、そういうスケール感でやるんですけど、16ビートでちょこまかなっちゃうイメージよりは大きいイメージを持って、この曲演奏した方がいいと思いますし、この歌詞の、内容もなんか結構すごくこう、なんていうの、考えさせられる、はい、感じですんで、まあそういう世界観もこう、プロモーションビデオでもね、アニメ映像で出てますけど、そういう世界観を思い描きながらまたこの曲を表現していく。これはね、なかなか奥が深いですけども、ほんとじっくり取り組むべき曲だと思います。やってみましょう。夜遊びのアンコール、ガゼレレールかっこいいバージョン、やってみる !1,2,3 明日世界は終わるんだって、君にはもう会えないんだって、またいつかって手を振ったって、可能な引退を仕方ないで、明日世界は終わるんだって、それならもうその時まで何度でもずっと好きな音を鳴らそう。
来た思い出。気がつけば止まったピアノ、いつの間にか流れた涙、続きを話そう。ありふれたあの日々をただ思い返す。終わりが来ることを待つ世界で、辛い過去も嫌な記憶も忘れられたいメロディーもさよならなんだ。私の世界が終わらなくって明日がやってきたならね、その時は二人一緒になんて、せーの、夜遊びのアンコールガズレレレかっこいいバージョンやっていました。いやーすごいスケール感というかかっこいい、歌ってみると分かるこの歌のねやっぱ奥の深さ、ぜひ皆さんご体感くださいませ。はい、でもねやっぱ楽しい音楽ってね、やっぱね聞くのもいいんだけど自分でやる方が楽しいんですよ。ぜひこの楽しさ周りの方にもぜひシェアしてあげてください。その時にね今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用いただければと思います。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれねもうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんでちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介している動画貼っときますんでぜひご覧になってください。そしてね、今回新たに G プレイズという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり宿泊施設だったりもうあらゆる小売店さんまにちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所というもう人が集まる憩いの場所ということもあり、でこのガズレレにでも少しできるなんかこう社会貢献というかその売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんでぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできてこう1個の街みたいなイメージ、ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとかこのストラップ、キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットルミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいなこのね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。